どうも、なおっちです。タオルケットもう一度裏、その2やっていきましょう。前回は、わらわうちゃんがコロナなことをして、もうダメだよっていう、ブーっていうね、久しぶりの下ネタをぶちかましてきて、民法ちゃんがポイッチョされて終わったんで、その続きからやっていきましょう。牛が凶悪らしいからね、牛にはバレないように。でレベル上げはまあ毎度同じようにタイミングを見計らってやっていこうかなと。とりあえず今はしなくていいんじゃねみたいな。よいしょよいしょ。牛まみれだな。牛ばっかじゃねえか。こんないたっけ。ほんと牛ばっかだな。あれ、稲。あれ？コンチェル。あ、そうだよね。寝てるもんね。コンチェル、笑うがいねえんだけど、いねえんだけど。え？家戻りゃいいかな。あ？なんだ？あ、君は。ああ、民法、バカ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 。ああ、そうだよね。え？中に入っちゃダメ。いや、嫌な予感しかしね。出れないし。関係者以外は。いやー、夜に起きちゃったみたいな。泣いてる。笑わう。笑わう、ちょっと。三章、テンポ早いね。うわ、もうお前だよ。もう絶対お前だから。そういったことする人はお前だよ。もう目が病んでるもん。そうだよ、悲しいだろ。なんで笑顔なんだよ。笑わうちゃんよ。今回印象最悪だぞ。悪魔って書いてるけど。パリパリ梅、もう君る。とりあえず行こう。ああ、牛ちゃん多いよ。くそ、レベル上げはするつもりないんだもん。ちょっとね、久しぶりに結構ズーンとしてるよ。なんかだってさ、きっかけはまあもともとわらわうちゃんが夜にさ、なんか誘わなければこんなことにはならなかったわけだよ。Do you understand? わらわうちゃん、あんたのせいだよ。お前前回ちょっとなんかさ、あれだったけどさ、もうダメだよ、今回ちょっと。印象悪いよ。
にゃにゃもちゃんがやっぱ広いんじゃねえか。ベベロン。白いふわふわ。嫌な予感がするな。あ、にゃにゃも。あ、二人とも。素敵なお花ですね。きっと二人、天国の二人も喜びます。積んで帰りましょう。ねえ、どうして笑わう。このお花はね、他と違うの。パリパリ梅さんとキミレちゃんが大好きだったお花なの。うん、心だよ、ハートだよ。民法と同じ、民法と同じこと言うのね。笑ってばっかだな。最近変になっちゃった。辛いのかね。少なくとも、もう一番最初から犬っころをぶちのめしてたけど、あの子、気づいたのかな。あ、ここで寝るようになっちゃったのか。何の匂いかしら。ああ。にゃにゃもの。ベッド。素敵な夜空。この音楽ちょっとまた切なくなるじゃねえかよ。ああ、早く寝ないと。モンチェル。お話？ちょっとやだ。今はやだ。先コンチェル。ああ、いいよ。ひそひそ。また孤児院の外。お前ろくなことしてないんだよ、割と。もう前回のさ、わらわうちゃんはどこに行っちゃったんだよ。うん、寝る。で起きるんだよな。でイベントで、うん、変だからちょっぴり心配だよ。で、ああ抜け出すのか。下行って下行って、ポンとか出てくんなよ。あ、見張ってる、さすが。なんで泣いてんの？ああ。うん。倒れちゃったじゃないよ。お前がさ、変なことするから泣いて笑わうね。ああ、喋れないのかな。ずっと思ってたけど。そうだよね、やっぱり。見られてます。うわっ。どういうつもり？ふざけないで。何なの、あなた。何を今の。お、え、妹さん殺されたんでしょ。うわ、笑う。うわ、笑わう今回のクソったれなんだけど。にゃにゃもう。やめてよ、にゃにゃもも。
デウデウなし、デウデウデウな白いふわふわ。やつらか。翌朝。ああ。民法は何も知らないのか。いい天気。本当に？うん、行こう行こう。あんな白いのほっとこうぜ。刺すの？お前クソったれだからな。あ、今ガードされた。出ようと思った。避けて通ろうと思ったら避けた先にずれてくるという。本当にいい天気か。ああ、いい天気だ。憎いぐらいにいい天気の日ってあるよね。なんかいいことないのにさ。なんでこんなロッカーがあんの？え？うん。え？動いてるよ、これに至っては。秘密の通路、え？あ？もうアジトじゃねえか、できん。ちょっと待って、どういうこと？ああ、ベベロンが大量発生。学校は？うん。ロッカーがたくさんあるわね。じゃあここ行くしかないじゃん。もういきなりアジトに乗り込むの？この音楽初めて聞く。あ、白いふわふわだ。不良のポン。あ、強え。ちょ。今22とか18とか食らってる。あ、やべえ、強えぞ。速攻超強い。しかも4体ありえない。これは負けた。やばい、逃げろ。よし、待って待って待って、ちょっと強いぞ敵が。ダメだ、一旦戻ろう、とりあえず。やばい。いきなりレベル上げしないとじゃん。まだちょっと待って、時間が全然あるんだわ。どんくらいでレベル上がる？ちょっとあいつ倒してこようか。牛を倒そうか。少しだけ。やべえな。あ、この音楽なんだ。ここの戦闘音楽も。ほら。よいしょ。やべ、強かったぞ、ポン。めちゃくちゃ強かった。18？ あー、まあそんなもんなのかな。とりあえず、まあ、サクサク倒せてるっちゃ倒せてるから。そんなかかんねえとは思うけど。よいしょ。で、3レベル。あともう一匹だけ倒せば、民法は上がるから、そしたら回復してもう一回行こうか。やーべ、ポン強かったな。ほんと強かった。何あれ。一発20でしょ？で、4体でしょ？一ターンに80食らうんでしょ？だいたい。全員に攻撃されて一人ボコボコにされた。やばいだろ、それは。ああ、ステータスがあんま伸びてない。よし、行くぞ。それかイベントだけ先見ちゃって、この後レベル上げするっていうのはありだな。実況終わった後にで入るじゃん。まあなるべく避けていこうか。ボス戦あったらもうアボンだけど。いやいや、侵入者。でもカウンターがあるから何もできないや。デュデュ。かわいいって。ちょっと揉ませて。デュ、ああ、お耳はダメデュ。ブサイクのふわふわ。うん、引き金。あ。メスのポンだ。圧迫し、やっぱりお前なんか変だよ。
あ、いっぱいいる。そっか、君たちは知らないよ、もけっけ。痛みを感じる前にとか。爆弾？地球破壊爆弾。え？あともうちょっとで使えますって、バイヤーじゃん。え、とりあえず奥行こうよ、もう。こうなったら今回戦わねえ。ボス戦あったら知らねえ。そん時はそん時。あ、こいつはダメだ。ロッカー、あ、ふふふさん。あ、アイテム売ってらっしゃる。あ、結構変わんな。買っとこう。あ、マイク？マジで高えんだけど。また今度買ってあげる、ニャニャモン。ごめんね。ニャニャモンが今回、いい子だよ。あれ？こいつは襲ってこないか。徹夜で作業。お、頑張るね。ロッカーの中整理。変な気配。じゃんじゃんバリバリ進んでいくか。生物ね。ポンってでもいたら可愛いよね、多分実際に。あー、なんかボスっぽいのいるし。ツンツン。ポン最強の資格。はい、この音楽、最強の資格。もう勝てる気がない。レベル差がある。毒。強すぎだろ、もう。44とか、ちょっともう無理なんだけど、これ。もう、強いんだけど。ほら、全体攻撃とか、鬼畜だろ、お前。鬼強えよ。ほら、やばいもん、もう。あ、終わった。お前か。お前か。スーツかぶった木綿みたいな。くっそ負けだ。あー、今回早いけどここで切ろうかな。ちょっとレベル上げしないといけないからさ。この後ちょっと早めに終わっちゃいましたが。レベル上げしてね、次ちょっとボコボコにしてやろうかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。わらわうちゃんね、ダメだね。今回のわらわうちゃんは悪魔だ。本当に悪魔。やべえ、こいつ。もうね、好きになれる要素がない、今のところ。嫌いになる一方だからね。いやー、怖いね。悪魔だね。悪魔みたいな女の子。こういう子リアルにいたら嫌だな。ああ、とりあえず。いやー、ボコボコにされたかな。結構今の来たな。強すぎんだもん、もう。レベル上げて次ボコボコにします。もう久しぶりだよ。タオルケット1以来だね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。